そして甲府武田館では勝頼の出撃命令を待って城の内外は軍勢があふれていた。淡路に逃れてあった先の将軍足利義昭公から急遽状況あるようにと言ってこられた。これはもはや家康がごときとの戦いではのうて、お父上が生涯の願いであった上洛の戦になったぞ。はい、亡き信玄公にもさぞお喜びでござりましょう、うん、そろって何事じゃ。すでに作手衆は進撃を始めている。本隊が遅れては何とする。それながら当には鉄砲の威力をどのように考えられますか。これをお伺いだ。鉄砲は敵に比べて少なすぎると申すのか。織田はただならぬ勢いで鉄砲を取り揃え中と鉄砲と申すはな、ひなは玉込と手数のかかる武器じゃ。雨の中では役に立たず、玉薬を合わせている間に踊りかかって蹴散らせは大事ないぞ。殿、こたびの戦は異なる考えを持つ者ども多く、これをよく納得させねば全軍の士気に関わる一大事でございまするぞ。はい、わかった。おい、はあ、蔵から諏訪法相の甲冑と家伝の旗をこれへ持たせ。姉様、お父上様さえ無価とは手に触れさせなんだ。お家五十代の甲冑を申すな。おい、早くこれへ持参させよ。はあ、ようわかる。なこの勝頼の生涯に二度ない好機じゃ。父の意志を継がせてくれ。三河勢など長篠城など人もみに潰してみせてやる。諏訪法相の甲冑とは、いかなる時もこれをかざして出立つ戦には異論を挟まず命を落とせと言い伝えられている武田家の家宝である。勝頼がそれを持ち出したことは、もはや誰も何も言ってはならないということだった。山形三郎兵衛様、討ち死に。ババン美濃の神様、討ち死に。横田備中の神様、討ち死に。甘利東蔵様、討ち死に。真田源太左衛門様、討ち死に。川久保備後の神様、討ち死に。土屋宗蔵様、討ち死に。杉原日向の神様、討ち死に。